その日死んだ井川真理子という人は私のダチだった。私が悪いんだって、私のせいなんだって。ねえ真理子、今からでも私にできることないの？ねえねえしーちゃん、行ってみたいね。しーちゃんといる時みたいに何の心配もなくいられたらいいの。真理子、私には正直あんたしかいなかった。死んでちゃわかんないだろ。